そう、あと青とオレンジはなんかプロレスの時に着てた衣装が青とオレンジだからこれにした。そう。そう、だから皆さん今日はねたくさんゲットして帰ってください。帰ってくださいというか、そう、ぜひゲットしていただけたら嬉しいなと思いますね。意外とでかくてびっくりした。こんなでかいんだ。はい。人手だらけだって。人手じゃない、お星様、これはお星様です。はい、ね、すごい生きてるみたいですね。すごい嬉しいです、皆さんがそうやってゲットしていただいて。そう、てっきりおでんかとだって。そう、お星様にしたんです、お星様。でも今日はね皆さんにアバターを受け取ってほしいので、なんかマネージャーさん曰く今週、あ、間違えた、2月いっぱいまで配れるらしいので、まあ、本当かわかんないんですけど、そう、2月いっぱいまでこれを配れるらしいから、そう、だからぜひ皆さん拡散して、はい、ぜひぜひもう全人類にこのアバターをね持ってほしいので、ぜひ皆さん拡散よろしくお願いします。うん、そんな長い期間配れるんだ、だってね、私も思いました。なんか2月いっぱいって言われたんですよ、多分。そう、期間限定なの、だって。え、期間限定って言われた気もします。はい、なのでぜひ皆さんこのお星様をゲットしていただけたら嬉しいなと思います。存在感すごいよってね、思いました。こんな存在感すごいの？すごい嬉しいです。私が描いたこのお星様を皆さんがつけてくれて。すごい、コメント欄がいっぱい星だ。ありがとうございます。うーん。星だらけ、イエーイ。でも嬉しい、ずっとね自分のアバターを欲しいなって思ってたから、そう、ずっと欲しくて、どうやったらもらえるんだろうって思って、そしたらなんかみんなが365日毎日アイドルすればもらえるよ、わらみたいな感じで、結構何年前かに言われてたから、いや365日なんてできるわけないじゃないかって言ったら、なんかしてた。そうしてたので、そうだからこうやってアバター作れることができました。うん、メール取りました、よろしくでした、ってありがとうございます。メール送ります。うん、気づいたら毎日見てました、だって。うわ、ありがとうございます。そう。タワー来てる、嘘。カンタとカンカンさんがタワーをくれました、イエーイ。じゃあみんなでお礼言いましょう。カンタとカンカンさん、ありがたわ、ありがとうございます、ありがとうございます。すげえ、9割型アバター変わったね、お星様いっぱい。これ見たいんだけど、自分の携帯でも自分の配信が出てこない。あ、出てきた。この端末からは配信しない。お、すごい。いっぱい星やん。オレンジ色。
すごい。ちょっとスクショしよう。ガシャ。いや嬉しいですね。ありがとうございます。でもみんな今日だけ私をちょっと喜ばせるためにお星様つけて、明日から違うアバターつけるんですかね。でも嬉しいです。今日はこうやってみんながアバターもらいに来てくれて、まあ、この時だけでもあの人でじゃなくて星をつけてくれてとても嬉しいです。そうなんかそうアバター配りますって言ったらみんながやったってリプしてくれて、でこのアバターにしましたって載せて、このアバターがもらえますってそう書いてたら、すごいなんかありがとうみたいにみんながやった楽しみって言ってくれてありがとうございます。ちょっと適当に出した感あるなだって、めっちゃ一生懸命考えました。もうこれ悩みすぎて結構もう鬱になるぐらい、あのアバター悩みすぎてなんかもう怖くて、アバターをもう生み出し、なんかもう収拾がつかなくて自分の中で、どれにしようってもう結構病んで、そうでどれにしようってなって、でも私はやっぱ星が好きって、星になろう私がって思って、この星にして、でも星だけだったら私感ないから、そうでも星が好きだけど私感出すために小田って名前つけた。うん、アバターいただきました、ありがとう、だってありがとう、アバターもらいに来てくれて、うん、なんでオレンジなのだって、なんかオレンジとはなんか私がプロレスした時にあの着た衣装だったから。茶色なのはなぜだって、オレンジですよこれ。そうオレンジにしました。茶色に見えるだって、オレンジなんですけど、黄色にすれば星に見えたのにだって、でも黄色はちょっと星すぎる、ちょっとオリジナルを出したくて、うん、アバターもらい逃げしますだって、あ、もらい逃げしてね。アバターめっちゃ可愛い、ありがとうございます。では皆さん本当にね、今日はアバターもらいに来てくれてありがとうございます。まあ、多分本当にちょっと分かんない、真実か分かんないんだけど、今月末までもらえるので、ぜひぜひ拡散よろしくお願いします。はい、私もこれ使えるのかな、この星のやつ。ずっとさ、なんか質三分けてたのに、ついに変える時が来ましたかも。うん、使えるよ。おお、やった。みやちゃんさんがお城を建ててくれました。イエーイ。
じゃあみんなでお礼を言いましょう。みやちゃんさん、ありがきゃする、イエーイ、ありがとうございます。ありがきゃする、ありがきゃする、ありがきゃする、みちゅがいるようだって。お、みちゅ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 、でも嬉しい、本当夢だったので、本当にアバターを作るのがやっと実現しました。本当に提出したけど、ファンの方にあまりにもアバター反映されるのが遅くて、そう、本当に提出したってちょっと疑いをかけられてたので、ついにこうやって発表できてよかったです。うん、でもなんか私が描いた絵よりもなんかちょっとデジタル化していただけて、すごいショールームっぽくなって嬉しいです。原画持ってる、原画はマネージャーさんに送りました。マネージャーさんに、多分。エリちゃんツイッター結構いいねしますね。なんか面白いと思ったらね、いいねしちゃう。で、待って、もう一回スクショしよう、この星の大群を。やばい、すごいお星様これ。あ、どうやってスクショするの、これでいいの、イエーイ、ご機嫌だね、だって、はい、超ご機嫌です。うん？タがビルっぽいってめっちゃ来てる、確かにビルっぽい。まあ今日はまあちょっとアバターの話はね、もう結構したので、まあ、今日の話はね、まあしますと、今日はまあイメチェン48の収録でした。イメチェン48っていうのは、あのナノユニバースさんの YouTube で AKB48 とコラボしてる動画なんですけど、ぜひ皆さん次回のねイメチェン48も楽しみにしていてください。久しぶりだ、楽しみだって。なんか今日のファッションは、今日見たイメチェンホテルのファッションはもうめっちゃ、私ちょっと本当に心が躍りました。なんかすごい学べたし、なんかあーってこれいいなってすごいなんか思えたって毎回思えるんですけど、素直にあーこの格好すごい素晴らしいって思えたので、ぜひ皆さんイメチェンホテル見て、あ、おだいりはこういう格好が好きなんだなってちょっと思っていただけたら嬉しいなと思います。うん、そう、イメチェン48は私たちとかメンバーがナノさんの服を着るのもすごいファンの方にとってはすごい見どころかもしれないんですけど、
か毎回やっぱ男性のファッションメインの番組なので、そう、AKB48 のファンの方はね男性が多いって言われてるので、まあそういう方々をターゲットに、でもやっぱファンの方はメンバーがいろんな服着てるのを見たいから、私たちもいろんな服を着させていただいているんですけど、で、そうだから、あってこういうファッションもいいなって皆さんがねぜひ学んでいただけたら嬉しいなと思います。うん、どこで見れるの？ YouTube、 ナノユニバースさんの YouTube チャンネルで見ることができます。学びました。どう？で、私はお話し会とかで今ナノさんのお洋服着てるよって言ったらね、もうすごく嬉しいので、ぜひ皆さんナノユニバースさんのお洋服をぜひゲットしてね、着てみてください。ナノユニバースってオンラインで買えますか？買えます。 ZOZO タウンもあります。私も ZOZO タウンでナノさんのお洋服買いました。ナノさんいいよね。だって、嬉しい。ナノさんいいですよね。男でも買えるの？ナノさんの、あの動画ではあの男性の方のファッションを主に紹介しているので、男性のメンズもあります。でもウーマンもあります。私も毎回ナノさんのお洋服を着て動画に出させていただいているので、ぜひぜひもういろんな方に着ていただきたい。あ、レディースか。レディース、お代理の名前出せばいいの？だって、いや、あのナノさん の店舗行って、あ、ちょっとレジの時にお代理なって名前出しても何も有効にならないので、ちょっと気をつけてください。クーポンの代わりにならないんですよ。この前ナノさんに行った時言いかけた。だって、え、それはやばい。でも今日は久々になんか収録があってとても楽しかったです。なんかほんと今月はお話し会ぐらいしか、マジでなんかお代理な AKB48 チームメイトのお代理なとして生きてなかったんで、そう、今日収録があってとっても楽しかったです。男女全員人手だよ。だって人手じゃないです、スター、スター。 You are so cute。 あお、よく言われる。お、今日はくくってみた、珍しく。星になりたいから。まとめてるの本当好きだって。売れピーマン。
夜ご飯はしゃぶしゃぶでした。泥団子元気だって元気ですよ。今干してます。昨日バレンタイン配信で泥団子作ったんですよね。忘れてました。マジで忘れてた。ほら、めっちゃきらめいてない？なんか輝いた。一日置いたら。めっちゃ硬い。ほら、硬い。ほら、匂いは普通。79位にミチューいるね。だって、おお、ミチュー泥団子だよ。あん、それ本当の泥団子なんですね。だって、はい、本物の泥団子。パワハラ 確かに泥を食べさせるのはいけないですね。本当にチョコレートかと思ってたって。嬉しい。トリュフ、でもトリュフって言っても分かんないか。はい、トリュフだよ。でもトリュフにも見える。ていうか、うまくない？カラフルなやつも作りたい。トリュフ、木星みたい。だって、やった、ジュピター。今日は何やったの？イメチェンホテイトの収録です。なんでまん丸じゃないのってきた。まん丸だぜ、これ。まん丸だぜ、丸。ほら、ちゃんと丸ですわ。なんで泥団子作ったの？バレンタインだから。丸です。まるでございます。バレンタインといえば泥団子ね。バレンタインといえば泥団子。みんなも好きな人に泥団子をプレゼントしよう。泥団子といえばバレンタイン。そう、バレン
撮ってくれるの。私は大丈夫です。私は大丈夫、あげるタイプなので。もらうタイプではないですね、泥団子。私はあげるタイプなので。そう、紙一つくくりいいねだって。ありがとうございます。目の中に星が見えます。え、ほんと？お題に何団子好き？三色団子。前髪とても長いって。前髪ね、セットしてないんですよ今。もうそのまんまアイロンかけてない。これは私は昨日からずっとあのオフィシャルヒゲダンディズムオフィシャルヒゲダンディズムさん。そう、オフィシャルシゲじゃなくてオフィシャルフィゲ、え、なんで言えないんだろう。オフィシャルヒゲダンディズムさん、オフィシャルヒゲダンディズムさんだよね。え、これ難しい、言うの。どうもオフィシャルヒゲダンディズムです。え、言えなくない？言えてんのかな、これ本人の方たち。どうも僕たちオフィシャルヒゲダンディズムです。言えんのこれ、すごいな。どうも僕たちオフィシャルヒゲダンディズムです。どうも僕たちオフィシャルヒゲダンディズムです。よろしくお願いします。すごい、言えるのか、すごいな。オフィシャルヒゲダンディズム、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 オフィシャルヒゲダンディズム。え、マジで難しい。赤巻髪、青巻髪、黄髪髪。やっぱ今日調子悪いわ。あ、生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵。はい、オフィシャルヒゲダンディズム、オフィシャルヒゲダンディズム、オフィシャルヒゲダンディズム。よっしゃ、そうで、ヒゲダンがどうしたの。そうそうそう、ありがとう、ちょっと話は戻してくれて。ヒゲダンディズムさんの115万キロのフィルムがいい曲だなって思ってずっと聞いてます。ヒゲダンディズムさんの、115万115万キロのフィルム、そう、めっちゃいい曲なんで。めっちゃいいできてるね、これめっちゃいいよね。なんか私もずっとヒゲダンディズムさん、うん、すごいみんな好きじゃん。だからなんかみんな好きだしめっちゃいいのわかるけど、なんかいや絶対ハマるし、そう絶対好きだし、あんま聞かないにしてたんですよ。でもカラオケでクッパイは普通に歌う。この前も歌った、結構何ヶ月か前のカラオケでもう歌った。
そう、そうすごい絶対好きだからあんま聞かないにしてたけど、この115万キロのフィルムを聞いてやっぱヒゲダンジズムって思いました。流行りに乗らないようにしてるよね、だって。いや違うんです、なんか違うんですよ、これはなんかハマらないようにしたいなと思って。だってハマっちゃうじゃん、あんな素晴らしいバンド。そう、素直にハマってほしい。だってなんかあのヒゲダンディズムさんはちょっと音楽センスがすごすぎて、なんか作られた曲なんですよ、ヒゲダンディズムさんは。もう本当音楽の理論を駆使して勉強して、なんかもう緻密に重ねた研究で作られた曲たちじゃないですか。なんだろう、なんかもう音楽知識満載の曲、すごい、それがかっこいいと思う。そう、そうだからちょっとハマったら、そう、私もなんかそのドキュメントみたいな見て、ヒゲダンディズムさんの。そう、でも私はなんかもうなんだろう、センス、なんだろう、なんかちょっと言っていいのかわかんないですけど、なんかもうほんとセンスだけで言っちゃってるバンドが好きなので、そう、なんかそういう音楽理論とかなんかそういう、もう研究して、多分みんな本当研究してらっしゃるんですよけど、もう本当あんな緻密な、もう本当なんかなんて言うんだろう、ちょっと説明できない、私の好きなジャンルとは違うバンドだったから、やっぱ聞いてみたら本当もうやっぱ素晴らしいなって。いやすごい、だってなんか見たらもうほんとすごいよ、もうピアノすごい上手いし、すごいなって思って。そう、皆さんもぜひヒゲダンディズムさん聞いてみてください。そう、私はどちらかというとピコピコっていう音よりも、もうジャンジャンジャンみたいな、もうギターみたいな、なんかもうそういうサウンドが好きで、そうだから最近だったら、最近めっちゃ好きなのはサニーデイサービスさん、サニーデイサービスさんっていうバンドがめっちゃ好き。サニーデイサービスの春の風と、あとコンビニのコーヒーって曲が好きです。あとベースボールベアさんがもう超好き。なんかベースボールベアさんはなんかすごい語っちゃうんですけど、なんかずっと本当に私の好きな曲を全部新曲で出してくれるなんか本当すいませんね、なんかすごい新曲が出てもなんかあってありがとうって、なんかもう毎回あ私の好きな曲を出してくれてありがとうって思っちゃう。そう、毎回なんかやっぱ変わってく、音楽の感じが変わってくバンドもいっぱいあるので、それもそれであって今回はなんか変わったなって、こっちもいいって思うけど、もうベースボールベアさんはもうずっともう私の好きなところを
もうギュイーンって、まあ、新曲でも毎回ギュイーンって来てくれるので、そうだからめっちゃ好きです。そう、昔の曲もめっちゃ好きだし、新曲が出るたびにその曲も全部好き。そう、でも変わってくバンドがすごい好きなんですけど、昔はもう本当になんかギターみたいな、ギターの音となんかもうなんかね、本当歌詞がすごいなんか本当なんかすごい歌詞が詩的で、なんだろう、なんかめっちゃ好きだったんですけど、最近はすごいなんかピコピコとかし始めて、そうでもなんかすごい心温まる曲ばっかりで、最近バンプさんと だからそっちも好きです。だ昔もすごい好きだったけど今も好きだから、ずっと好き、うん、そう変わったんだけど好き、わかりますか？でもベースボールベアさんも多分変わってんだと思うけど、私の中でずっと私の好きなベースボールベアさんでいてくれるから好き。ちょっとすいません、なんかこんな見当違いな、あの本人たち様だからしたら見当違いなことかもしれないけど、ちょっと私はそう感じてます。うん、あと新生かまってちゃんも好き。新生かまってちゃんさんはまあなんだろう、なんか今の時代にめっちゃ合ってるなって思います。すいません、なんか語っちゃって、なんか今の時代にめっちゃ合ってるバンドだなってすごい思います。新生かまってちゃん、ロックンロールは鳴りやまないとか、今時の子とか、そう、なんか今の時代の人たちに刺さる音楽だなって思う。うん、だからなので新生かまってちゃんの曲さんの曲がめっちゃ好き。うっせーわって曲流行ってるけど聞いたことある？あ、それな。うっせーわはなんかテレビ見てたらなんかうっせーうっせーみたいな流れてきて、あ、これがうっせーわかと思って、そううっせーわって曲がテレビなんか多分わかんない、うっせーわって曲なんかわかんないけど、テレビ見てたらなんかうっせーうっせーみたいな曲が流れてきたから、あ、これうっせーわかなって思った。あれ JK が歌ってるんだよ。すごい今すごい流行ってるよね、うっせーわとあとドライフラワー。エリちゃんが日常ですよく使う言葉だって、うっせーわとか言ったことない。うっせーわは言ったことないな。お代理毎日何考えてるの？お代理は毎日夜ご飯なんだろうとか考えてます。反抗期の時ってそうだって、うっせーわは言ってないな。人にうるさいってあんま思ったことない。
あと好きなのはなんだろう、スピッツさん。スピッツさんはまあいいですよね。あとチャットモンチー、チャットモンチーさんがめっちゃ好き。もう解散したんですけど、みんな知ってますよね。でもチャットモンチーさんめっちゃいいバンドだから、シャングリラ、風吹けば恋、いや風吹けば恋がめっちゃ好きで、そうシャングリラもめっちゃ好き、染まるよも好き、もう全部好き。そうだからなんかボーカルの人がエリコさんって言うんですけど、えっちゃんってあだ名なんですよ、チャットモンチーのボーカルのえっちゃんって。だから私もエリナなんで、えっちゃんって誰かに呼んでほしいんですけど、まあ、誰にも呼ばれないですねそう、誰からもえっちゃんって呼ばれたことない。そう、でも同じエリエリなので嬉しいです、チャットモンチーさん。お代理が強すぎます。嬉しい、お代理、うん、私はガリレオガリレイっていうバンド知ってますか。ガリレオガリレイさん、もう解散したんですけど、もう解散したけど、なんか閃光ライオットっていうスクローブロック、スクローブロックっていうラジオがあって、それをよく中学生の時に受験の勉強しながら聞いてたんですけど、スクローブロックから発信されたなんか若者だけの音楽フェスみたいな、音楽のグランプリを決めるみたいな、で閃光ライオットっていうのがあって、そうで、その初代チャンピオンで一番初代で1個目に優勝したのがガリレオガリレイっていうバンドなんですけど、そうめっちゃ好きで、ガリレオガリレイが、そうもう CD もアルバムをもうクラスの子に貸してるぐらい、貸してこれ聞いてよって言って貸してるぐらい、中学生の時に、そう好きで、もう解散しちゃったんですけど、でもガリレオガリレイは結構みんなのアニメでめっちゃ話題だったから、聞いたらあ聞いたことあるってなるかも。あと AU だったのかな、デコチョクの CM で、そう流れてたり、そうガリレオガリレイさん好きだったけど、そうライブにも一度も行けずに解散、悲しみず。そうでも中学生の時から好きだから、まあ終えてよかったです、解散する前から聞けて、うん、あとなんだろう、皆さんに言えるバンドは、お代理のアバター欲しいだって、欲しいです。はい、まあこんな感じですね。人手かと思ったらってみんなに言われる、でもほんと最近は、最近めっちゃ一番好きなのバンドは、なんか何か聞こうって思って一番に聞くのは、今はもうほんと自分の中のブームの、あのヒゲダンディズムさんの曲なんですけど、
何か聞こう、なんか聞こうかなって時にチョイスするのはやっぱベースボールベアさんかな、最近は。ヒゲダンディズムさん言えるじゃん、だって。でも私オフィシャルってつけてないから、多分オフィシャルをつけたら言えないんですけど、ヒゲダンディズムさんだけなら言えます。オフィシャルヒゲダンディズム、難しいな、落ち込んだ時におすすめの曲、落ち込んだ時におすすめの曲を教えてくださいってなんかねたまに言われるんですけど、落ち込んだ時におすすめの曲は私は思うんですけど、自分の好きな曲だと思います。そう、なんか落ち込んだ時に、なんだろう、明るい曲とかやっぱ聞きたい、なんか聞くのがいいのかなって思うけど、やっぱ自分の好きな曲を聞いたら自然とだってなんか元気になりません？あ、いい曲ってなって。そうだから落ち込んだ時は、まあ、明るい曲とかなんか励ます系の曲とかよりかはもう自分の好きな曲をガンガンに聴きましょう。マイヘア、味方以外って何が好き？マイヘアはもう、私はマイヘアでは一番好きなのは「接吻とフレンド」って曲が一番好き。グレインデイはね、アメリカンイディオットしか知らん。クイーンはどうや？クイーン、てか映画見に行きました、私。あの曲の、山梨の時でも歌ったあの曲の。あ、ボヘミアンラプソディ、そう忘れちゃってた。ボヘミアンラプソディ歌いましたというか、見に行きました、映画。まとめなしの DV に入ってない、入ってない。AKB の曲じゃないから。洋画はあんま見ない、だって。ターミネーター2。あと、ハリー・ポッターも見たことあるし、あとあれも、不思議の国のアリスとか、見たことある。急なターミネーター2で吹きましたって。ターミネーター2ね、いいですよね。シュワちゃん、でもターミネーターはね、ターミネーター2しか見てない。2でやめとこうってきた。なんで？でもだってジョン・コナーが
2で結構あのキーじゃないですか。でも次で3かなんかで出てくるジョン・コナーは別人なんですよね、俳優さんが。なんか違う人、違う俳優さんがジョン・コナーを演じてるってネットに書いてありました。耳寄りな情報ありがとう。あ、そう、どうも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 。ターミネーターでコメント盛り上がってました。ってターミネーターは面白いもん。2、2しか見てないけど。話の内容はなんかジョン・コナーが狙われてる話なんだなって思って、でも普通に泣いちゃった。ジョン・コナーが最後泣いてるとこで。そう、皆さんもおすすめです。そう、アバターもらえてありがとう。だってありがとう。1見ないの？だって、1って面白いんですか、ターミネーター。ジョン・コナー出ますか？1出ないですよね。1が1番だって。おお、1が一番面白いのかな。1はシュワちゃん悪役。そうなんだ。アバターもらいに来ました。やったー。お、すごい。アバター返品できますか？だってアカウントを削除したら多分消えますよ。眠そうですね。だって今日久しぶりに早起き、でも明日もめっちゃ早起き、今日よりね2時間早起きだから頑張る。あったということで話題になってました。昨日早速
もうこれはね、鬼滅を見るしかない。鬼滅の1話、これは見なくてはならない。鬼滅、そう、2期始まるまでに、まあ鬼滅に、あれまだ見てないって、見てない、あのね、この皆さんと一緒に見る約束してますから、ちょっと抜け駆け禁止なんで。すごいよ。そうでしょ。炭治郎が、まあ、妹のあの禰豆子を連れて、禰豆子がやっぱ不思議な力持ってるから、あの口にくわえてる竹を落としたらもう半端ない、マジで本当周りの人をもう本当ね、やばい、やばくなっちゃうから。だから禰豆子のその力を封じ込めるために炭治郎は冒険して、そう、いろんな人と会って、禰豆子の力を封じ込めるためにね、炭治郎が頑張るエピソードになってます。へえ、面白そうだって。面白そうでしょ。ぜひ皆さん、鬼滅の刃今度一緒に見ましょう。雰囲気で語る名人だなって、あ、何でも雰囲気で語れます。何語ってほしいですか。逆に知ったかぶってちょっと雰囲気で語るのちょっとうまいかも。ワンピースだって知ってるもん。海賊王になる話でしょ。北斗の拳は俺は誰に育てられたんだ、俺の親はどこだって、まあ生きてる間に思い出、俺はどこで生まれてどこで育った男なんだってルーツをたどりに行こうって思って旅するわけで、途中で「あたたたたたたた」とかちょっと。俺を産んだのは誰だなって、まあそういう、そういう話です。はい、そう、あの「あたたたたた」とかは本当に自分を探すための戦い。
方なんですか？スラムダンクは桜木花道っていう赤い子が主役なんですけど、まあ、花道はもう超やんちゃで学校の中のもう本当一番の悪みたいな感じで、まあいろいろねもうちょっと素行不良でもうこいつどうしようもねえなって学校の先生とかにも思われてたんですけど、そうまああること桜木花道があることをしてもう一回停学になったわけ。停学になってお前何やってんだよって先生安西先生に言われるわけ。安西先生にお前本当このままだとろくでなしになるぞ、お前バスケ始めないかってなって、バスケってやるわけねえだろってなりまして、でいいからやってみろって言ってちょっと部活に放り込まれて、まあ一回ボールを持つわけ花道が。でめっちゃ遠いの網が遠いけどシュッって花道が投げたらもうスポッってゴールしちゃって、こいつやべえみたいな感じで周りが見るわけで、花道はそこでバスケ部に入部するんですけど、はい。でそこでまあいろんな人とその部活内の仲間と一緒にまあ触れ合っていくたびに、やっぱ花道はなんかこの仲間の愛とか仲間の絆を感じて、まあ、人として成長していって、まあ成長していってこのチームでまあ日本一になりたいっていう夢ができまして、そうでいろんな高校と戦っていくっていう、そうやつです。ハンター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 はね、まあ、主役が分かんない。主役は多分黒髪のなんか髪が立ってる男の子だと思うんだけど、あれじゃないの、あのハンターハンターはなんかハンターするんだよね。多分ハンターポケモンみたいなのがいっぱい散らばってて世界に、俺はハンターマスターになるって、まあ、意気込んだ少年が一人いまして、ハンターマスターになるためのまあ旅みたいな、うん、感じかな。ドカベンは大きめの学生さんがいまして、そう、その子がいつも早弁しちゃうんですよ。お弁当を、学校のお昼のお弁当を早弁しちゃって、あいつやべえなみたいな空気になって、そうでそのお弁当がでもめっちゃ美味しそうなんです。毎回めっちゃ美味しそうで、みんなえすげえみたいな、すげえなあの弁当みたいになって、で毎回その弁当の中を紹介していくっていうストーリーがドカベン。うん、そう、料理漫画っていうか弁当漫画で、毎週主婦の方からなんか弁当の中身を募って紹介していくっていう、主婦の方目当て、主婦の方と連携プレイして作ってる漫画です、うん、今日は何々さんからいただきましたっていう弁当が毎回出る。
てな感じでね、まあいろいろ私本当に知らないですねいろんな話知らないので、まあ後でググりますね、本当のお話を。皆さん、ちょっと私の妄想でしたが、はい、後で本当にググってちゃんとしたストーリーを知りたいと思います。では、皆さん今日はたくさんの方にアバターをもらいに来ていただけて本当にお幸せでございます。皆さんありがとうございます。明日の配信もぜひ見てね。では今日のおランキングを読みたいと思います。いきます。13位ゆゆゆゆ、12位 YSA73 あと小田星、11位ポッティ、10位ジュンアットグンマニアおだし、9位ソニーアットおだし、8位ホワアット星になったおだし、7位マーアットおだし、6位マッタ、5位ボマ、4位社長アット生声48、3位マッカーシーアットおだし、2位ミヤちゃん、そして1位はカンタアットカンカン。ありがとうございました。では皆さん本日もお疲れ様です。また明日配信で会いましょう。バイバーイ。